はい、酒好きの新潟人の飲酒動画。今回は、チューハイですね。キリンの氷結の、ココナッツウォーター。アルコール度数 4%。果汁が 1%。期間限定です。氷結ストレート果汁を使用と。原材料がココナッツ果汁とウォッカと糖類と酸味料とクエン酸。カリウムと、香料。氷結ストレートココナッツ果汁を使用した、ほのかに甘く、すっきりとしたみずみずしい氷結となってます。現在、焼酎ハイボールドライを、これ、レモンをね、入れて、飲み始めるところです。ついでにね、氷結も飲むか。動画撮っとくか。ということで。そんじゃ、乾杯。うわ。まあでも、甘味料が使われてないからまあいいけど。うん、甘い。なんか、なんかヨーグルトっぽいな。ちょっとなんかヨーグルト？ヨーグルトのカルピスっぽい。ちょっとカルピスっぽい、ね、案外美味しい。なんか、ナタデココを食べた時に、噛んだ時に、チュッて水が出てくるでしょ。あれの甘さがある、ね。甘さがあるっていうか、あの味。に非常に近い。うん。そんでは、焼酎ハイボール、いただきまーす。ああ。結構ね、焼酎ハイボールドライはね、結構甘め、ドライなんだけど、ドライって書いてあるんだけど、甘めなんだよ。氷結と。それなりに、まあ、美味しいような、まあ、美味しいは美味しい。かな？ココナッツ。まあ俺がよく行くスーパーにね、ココナッツね、なんか売ってるんですよ。こんなでかいやつ。なんかココナッツなんか、あれココナッツなんかな。ヤシの実？あれココナッツ？なんかわかんないけど、なんかくり抜いた何かが、でっかいやつあるんですよね。あれ気になるんだけど。どうやって食うのかがわかんない。あれ何なんだろう。期間限定5月12日に発売したっぽいですね、このココナッツ。ココナッツ。糖類ゼロ、プリン体ゼロ。なんか、氷結がなんか、おかしなところになんか、力入れ始めたな。なんか、氷結ストロングに、糖類ゼロ、プリン体ゼロになってリニューアルって書いてあるけど、もともとこれプリン体ゼロだろ。糖類ゼロなのも、まあ、もともとだけど。
プリン体チューハイにゼロって書くのおかしくね。なんか最近ゼロのやつがビールとかね、第3のビールとかで増えてるから、それに対抗してんのかわかんないけど、もともとプリン体ゼロだろって、チューハイなんてゼロだろ。なのに新しくなんか、プリン体ゼロにしました。今まではあったんだけど、プリン体入ってたんだけどね、みたいな。そんな雰囲気を醸し出してんだけど。これもともとゼロだろ。もともとプリン体ゼロだっただろ、絶対。まあ、焼酎ハイボールもね、甘味料ゼロ、プリン体ゼロ。糖質 80% オフって書いてあるけど。プリン体ゼロなのは、酎ハイ、当たり前だよね。酎ハイだったらね。ぶっちゃけの話。プリン体ってそもそも、ビールしか入ってないだろ。まあでも氷結のストロングは、甘味料入ってるからまずいんだよね。まずいってか甘いんだよ。無駄に甘いんだ。だから、氷結は美味しいんだけど、普通の氷結のストロングじゃないやつが美味しいね。レモンとグレープフルーツが美味しいかな。うん。スタンダードな。やつはね、美味しい。まあ、アルコール度数 6% とかだけど、ちょっと少ないよね。焼酎ハイボールは 7% だから、ちょっと高い。ね、前回、前々回ぐらいにね、言った、アニメのね、話題なんですが、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないっていう、泣けるアニメってやつをですね、とうとう全話見まして、11話、見て、さすが最終話、泣けるね。うん。あれは泣けた、最終話。まあ、個人的に、ヒロインの、メンマちゃんっていう子がいるんですけど、通称メンマちゃんっていう。まあ、その子も可愛いは可愛いんだけど、個人的に一番可愛いなと思ったのは、アナルちゃんですね。通称アナルちゃん。ちょっとあれなんですけど。まあ、名前がね、ちょっとあれなんですけど。まあ、あの子が一番個人的に可愛いなと思って。で、ググったところによると、アナルちゃんが結構人気みたいで、2チャンネルでググったら、アナルちゃんの単独スレがすげえ伸びてて、そのアニメ、もともと、何年前だあれ ?2、3年前か4年前ぐらい、3年前ぐらいかなに出たアニメなんですけど。まだ未だにスレがね、伸びてる。びっくりした。これね、劇場版もあるみたいですね。見たことないけど。今度見ましょう。見よ。劇場版。まあでも、まあアニメの方がいいとは思いますけど。2014年の3月15日、違う、3月5日に発売したみたいです。劇場版。アニメが発売して終わって、劇場版が出たみたいな感じかな。今度、DVD 借りてみてみっか。
ストーリー。こちらのストーリーか。ちょっと、読んでみましょう。ある日、彼女は突然現れた。いつも一緒にいた仲良し6人組。あの頃の僕は何でもできると思っていた。怖いものなんてないと思っていた。でもそれは怒ってしまった。何気なく言った言葉。傷つけるつもりなんてなかった。明日謝ればいい。そう思ってた。でもその明日は永遠に来なかった。そして時は流れ、ある夏の日、奇跡が起こった。子供時代の事故をきっかけに心を閉ざし離れてしまったが、仲良し6人組。夏のある日、事故で死んでしまった彼女が彼らの前に現れる。しかし彼女は戻ってきた理由を覚えていなかった。彼らはその理由を探すためにもう一度集まり、止まっていた時間が少しずつ動き始める。彼女はなぜ戻ってきたのか。それは彼女が願ったひと夏の奇跡。前を向けばきっと会える。なんか、雲。なんだろう。というね、劇場版のストーリー。まあ、劇場版というか、普通に変わんねえんだけど、アニメと変わんねえ。いや、でもアナルは可愛いわ。アナル可愛い。アナルは可愛いです。まあね、まあ泣けるアニメということで。このね、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。原作が超平和バスターズという、これなんだ？超平和バスターズっていうのは、これはあれ、小説かなんか出たんですかね？超平和バスターズ原作。なんか小説かなんか出たんですかね？ちょっとわかんない。あ、漫画で出てる。ジャンプコミックス。関数全3巻だって。少な。全3巻？でもこれは原作なのか。ちょっとわかんないけど。アニメが、2011年の4月から6月の、ああ、少ないね。まあ、ワンクールって11話だけだったから。3ヶ月ぐらいしかやってないのか。2011年のアニメなんですね。なるほどね。もう4年前ですね。
なるほど、なるほど。あらすじ。幼い頃は仲が良かった宿見。まあいいや、6人らの幼馴染たちは、かつては、お互いをあだ名で呼び合い、超ヘアバスターズという名のグループを結成し、秘密基地に集まって遊ぶ間柄だった。しかし突然のメイコの死をきっかけに、彼らの間には距離が生まれてしまい、それぞれメイコに対する後悔や未練や負い目を抱えつつも、高校進学後の現在では疎遠な関係となっていた。高校受験に失敗し、引きこもり気味の生活を送っていたジンタ。そんな彼のもとに、ある日死んだはずのメイコが現れ、彼女からお願いを叶えてほしい、と頼まれる。メイコの姿は、ジンタ以外の人間には見えず、当初はこれを幻覚であると思おうとするジンタであったが、その存在を無視することはできず、困惑しつつもメイコの願いを探っていくことになる。それをきっかけにそれぞれ別の生活を送っていた6人は再び集まり始めるというストーリーですね。あらすじ。まあこれは結構まあアニメなんでちょっとあれだよね。現実よくかけ離れたような感じの、ね、ストーリーになる。まあ主人公の前に、死んでしまったはずのね、女の子が現れて、なんちゃらかんちゃらするということでございます。ね。でもさ、こういうアニメってさ、もう、はっきり言うとさ、俺アニメほぼ見ないっていうのはなんでかっていうと、ほぼ、有名なアニメって新潟やってないんですよね。ワンピースぐらいか、最近。まあ、ワンピース、ドラえもんぐらいじゃない？やってるの、まともに。いわゆるちょっとこう、なんか、ね、新作アニメ的なやつなの。やってないからね、新潟ね。新潟やってないんだ。東京ばっかだろ。だからいいよな、東京はと思いますけどね。でも関東広域圏、フジテレビって書いてあるから、一応これ放送したのかな、新潟でもな。フジテレビってことはやってたのか。わかんねえけど。劇場版が、これもともと2011年の4月のアニメですから。劇場版2013年の8月の31日に公開された。キャッチコピーは前を向けばきっと会える。だそうです。時間が、上映時間が99分。100分だから1時間と40分少ねえ。かなりこれまとめやがったな。もうまとめて超あれじゃないか。ほとんど、サクサクサクーっと終わる。ほんとに。あんまりな、劇場版っていうのはね、あまりにも短くまとめられすぎて、やっぱり劣化だよね。
全国64スクリーンで公開され、2013年8月31日、9月1日の初日、2日間で、公衆1億9817万、動員16万1225人になり、ランキングで初登場3位となった。またピア初日の満足度ランキングでは1位となっている。その後もデートムービーとして定着するなど、20代から40代を中心に幅広い年齢層に広がりを見せ、延べ、上映関数も公開当初の約2倍まで拡大。公開55日目の10月の25日には、深夜アニメ映画としては、映画軽音に続いて2作品目となる、強行収入10億円突破。ロングランヒットとなっている。だそうです。なるほどね。デート、あ、いいね。これはいいぞ、これ。ね。デート、ムービーとしてはいいんじゃないですか。彼女をこう、大切に、ね。なお一層こう大切にしなきゃなっていう、このね、あれです。まあ、結局のところ、まあ、ストーリーにもそのあるんですけど、結局、仲良かったね、好きだった女の子が死んでしまうっていう、まあストーリーから始まる、まあストーリーになってますからね。まあね。まあ、世界の中心を愛さ、世界の中心で愛を叫ぶみたいな感じですよ。まあ、あっちの方がまだ現実味があるからね。うん。あれなんですけど。まあ、あの、世界の中心で愛を叫ぶは、あれは、ストーリーとしては、まあ、好きだった女の子が、付き合ってたんですけど、体調がね、かんばしくなくなり、そして最終的にまあ病気だと判明し、その病気が、白血病というね、まあ、治せない病気。今の現代科学でも多分白血病は治せないんじゃないかな。となってしまい、まあ、最終的にちょっと死んでしまうと。まあ、そういうね、まあ、なんていうの。医者からそう言われ、助からない。っていうところをその彼氏が、こう、苦難するね、ストーリーなんですけど。あれはやべ。あれはマジ完璧にやべ。まあ俺もね、まあぶっちゃけた話、よく考えてみると、あれ、俺、もう彼女と一緒に見た。高校ね、2年生の時に、彼女がいたんですけど、その時に、映画館で一緒に見に行ったのがあれです。うん。あれはね、うん、まあ、泣けるんですけど、その当時の思い出を言うと、俺、あれが2時間半ぐらいの、まあ、映画で、俺ね、もともとね、じーっとね、同じ体勢でいるのが、ちょっとダメな体質って、いわゆる、エコノミークラス症候群的な感じの人間なんですけど、2時間半ずーっとね、映画館でね、こう座って見るわけじゃないですか。それでね、失神してしまって、失神っていうか、すっげえ気分が悪くなって、最終的に最後のね、映画のテロップの、エンディングのテロップでね、もうぐったりね、こうやってね、こうなってました。こうやって。
こう頭をね、下にこうグワーって下げて、もう失神してました、ね。すっげえ気分悪かった。吐き気とあれでもう、ぐてーってなった。で、そのことを彼女に言って、そんなんだったら言ってくれればよかったのに、とかって言ってましたけど。まあ、ね、初デートがね、あんな形でね、なってしまったのが、あれだったんですけど。まあでも、高校2年の時に、彼女ができたんですが、結局手を繋ぐことぐらいしかできなかったですね。その彼女がね、の家に誘われたことがあるんですけど、家に来ない?みたいなこと言われたんですけど、もう行けなかったからね。あとキスもできなかったからね。いや、うぶだったな、あの頃は。今だったらもうね、喜んでね、行きますよ。いいの?みたいな感じで行って、もう、ずっこんばっこんですよ。マジで。ね、そんな感じですけど。いや、あの頃は本当にウブだったわ。なんで俺行かなかったの?そこ。絶対彼女も、やりたがってたんだよ。確実に。絶対そうだって。一つになりたかったんだよ。きっと。ね。ということで、まあ、そうですね。劇場版のあの花。略してあの花ですけども。まあ、こちらもね、見てみます。まあ小説、漫画も出てるみたいです。が、まあ俺小説は嫌いなんで見ない。漫画も、まあ、見ない。しかも、ぶっちゃけこれ漫画あれだな。全3巻って、短すぎるだろ。小説俺嫌いなんだよな。漫画なら見るんだけど、小説はね、いくつか持ってるんですけど、いわゆるライトノベル持ってるんですけどね。高校生の時はよく読んでたんだけど、最近もダメだ。全然ダメ。見たいと思わ。あ、これは割と美味しいんじゃないですか?ココナッツ。ココナッツ、ウォーチャー。ウォーチャー。ね。2、4、3、4です。ご視聴ありがとうございました。